バリアクォーターですね。そのペーパーで出るのはやっぱ目視で見やすくするため。あ、そうそうそう。あ、やっぱり傷入ってるとこと入ってないところで、そうそうそう、高い低い見てる。いらんとこ引っ張ると力がない。なるほど。作業は終わりですか？はい、番組作業終わりです。これもでもやっぱ引っ張り方とか間違えたらこんな早く作業進まないですよね。そうそう、浅い凹みから引っ張るか、うん、深い凹みから引っ張るか、うん、その順番ってどっちも決まってないんやけど、うんうんうん、パネルの形状でそれを変えていかないと、うんうんうん、それを間違えると出過ぎてもですよね、後で変なことになったり、はい、臨機応変って言われたらしないけど、なるほど、はい、それによったら深い方から引っ張らなきゃいけない人もいてるし、浅い方からちゃんと上がる人もいるし、ここはその人とその人で変えるんですね。ああ、なるほど。今回深い方から引っ張る、はい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 、はい、なるほど、まあ深い方から引っ張ってくると浅いところは自然に出てくるんで、はい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 、無駄なことないんですよ。なるほどなるほど。その逆もあるんですよ。逆ってなるとどうなる？だからその鋭角にこうキュッて入ってる場合は、はい、基本からあんまりやっちゃうと、はい、完全に膨れちゃうんで。あ、逆に、はい、薄い方を先出しといて一箇所を集中させてバンとやっていく。なるほど。惰性変形とかなさそうなんですね。そうそうそう、車体整備士になられてる。一個気になったのが、これってなんかビーってやって引っ張るじゃないですか、いつも、うん、たまに紙ビーってやって押してますよね。 あれは何なんですか？絞ってるんです。あ、絞ってんですか？結局ね、はい、熱持つから、はい、スタッドもつけた時はへこむ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、つけたとか 熱でってことですか？熱でへこむんですけど、それを引っ張ってるから元に戻ってるんですけど、はい、それを結局一緒やと引っ張る、出すか押すかです。お使いで、じゃあまあハンマーで叩くのとはまたちょっと別の用途で、ま、全体にへこまりしたいときはハンマーで叩いた方がいいんですけど、うん、へこむみたいな一箇所にキュッて高いときはそこだけ押してやると、あ、はあ、そこだけへこむので、局部的にへこまして、しかも浅い方から低い方から引っ張るときに、はい、どうしてもサッとやると角が出てちゃうので、うんうん、角が出る分はいいんやけど、出すぎてやるとそこを半分引っ張ったらボコッとへこむ、全体的にへこんでまう、うん、その頭の 角だけを引っ張る要領で一緒だから、熱持った瞬間にグッと押してやると思って、あ、じゃあちっちゃいタンコブみたいなのを絞りながら押してる。そうそう、絞れるという。なるほどね。一番の理屈はね、パンパン押すか、はい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 、あ、同じ作業してるように見えていろいろ考えてやってるんですね。そうそうそう。OK です。はい、神の板金が終わったんで今から塗装していきます。
ーチャンネル。
ーチャンネル。はい、塗り終わりました。はい、はい、時計としてください。1時10分。塗り終わった後にちょっと時計写すの忘れてて、俺、はい、実は11時半にスタートして12時にはもう塗り終わってました、うん、12時過ぎぐらいかな、うん、で休憩とってで、ちょうど今1時10分なんで、はい、1時間で、当然炙ってません、はい、封印しているんで写してください。うん、もう塗った、うん、6750。え、 CC6750 です。もう触れます。乾いてますね。さすがに今日はちょっと冬は1月の18日ということで、うん、今気温がブース内は17度差してるんだけど、うん、多分実際は5度6度ぐらいちゃうかな。相当寒いですね。寒い今日なんでさすがに1時間後に磨きっていうのは厳しいけど、まあ、試食可能なんで、うん、要は何が言いたいかというと、うん、もう外に出しても大丈夫。そうですね。で次の車を塗装していくって感じなんで、はい、まあ、塗装してる方だったら分かると思うんですけど、黄色、赤っていうのは本当に止まり、染まり、はい、隠蔽率っていうのが悪くって、要は何回も塗らないとダメなんよね。そうですね、うん、で、あんまやんないんだけど、今回ちょっと範囲が広かったんで、はい、一旦白塗って、はい、でその上から黄色塗ってます。あ、白入れたんですね。白入れてます。なんで白入れるかって、うん、白だとちょっと透けてても分かりにくいですよね、うん、だから黄色とか赤はちょっと下色って言って明るい色を下に塗ってから黄色塗ると、はい、まあ、作業がスムーズにいくっていう面で、はい、やります、はい、で今回その手法を使いました、はい、うん、なんで色の違いも誤差もないというところですね。綺麗、うん、はい、じゃあここまでいったんで次は、紙に組み付けしてもらって、はい、で仕上がったら最後動画、うん、締めたいと思います、はい、では組み付けやってもらいます。はい、はい、PIC チャンネル。はい、お疲れ様です。はい、終わりましたね、はい、完成しました。あ、はい、組み付け終わりましたね、はい、このダクトついて、うん、アウターハンドルついて、うん、でミラーもこれも塗装済みです。はい、あってよかったね、部品。そうやね、中古の部品をきれいにして塗装してますね、はい、はい、で、まあ、ちょっと変態角度でいくとこんな感じですね。この辺がやばかったもんね、ガリってこうなんかドアがちょっと浮いててみたいな。はい、きれいになってます。で、ボンネットは溶かしてるんで、この辺まで見てる感じかな。こっちがクリアだけですね。はい、YouTube 見てご来店ということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、しかも2度目ってことですよね、はい、まあ、車がどんどん綺麗になっていくっていうのがまあいいですね、はい、うん、ホンダのビートいい車ですからね。うん、値段もなんか上がってるみたいなんで。上がってるんだ。上がってるでしょうね、この車ね、古いからいい車だしね、うん、なんかまあまあ オーナー様には大事に乗っていただいて、はい、まあ、もしまた何かあったらリアシーの方へご用命いただければなければ一番いいんですけど、ね、ないことが一番いいんだけどね、うん、まあ、というわけで今回ビートの側面修理、はい、満金メインで塗装はもうサクッとっていう感じでご紹介させていただきました、はい、黄色、あ、そっか、一回下入れて下白入れてから黄色。そうそうそう、大体塗装時間も30分か40分ぐらいだったけど、それも、まあ、職人さんちょっと目安にしてほしいなってものが、うん、やっぱ側面の塗装、はい、黄色でもこれぐらいの塗装時間でやってもらえると、まあ、作業性は良くなるんで、うん、会社の社長も喜ぶと思うんで、まあ、ここで正直ほんま1時間2時間かける人がほんまにいてますからね、うん、もうそんなやってたらもう4分の1になるんで、僕の作業効率というと同じ10万円でも2万5000円になっちゃうんですよ、うん、その時間かけてるとってことも頭に入れながら仕事してもらえれば、まあ、この業界少しでも良くなるんじゃないかなと思います。はい、はい、たまには部長自分で締めましょうか。え、いつも僕が言ってる、なんて言ってる、株式会社 BIC は大阪府豊中市浜3の7の7で
板金塗装修理をメインに授業を行っております。授業を行っております。もし、え、もしもしお修理車をぶつけたり言ったらなんか言ってよ思いとくから次まで、はい、ぶつけたり事故してしまった場合は、はい、ぜひ BIC までご用命ください。はい、はい、ということで今回の動画が面白かったと思う方はグッドボタン、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、締めてください。いってらっしゃい。ありがとね。バイバイ。チャンネル登録もよろしくね。